はい、皆さん、こんにちは、こぶちんです。ありきです。え、あれ、え、よしです。おせー、おせー、ちょっと一回戻っちゃったよ。戻っちゃったわ。いやー、こんなこともできますから ねそうやね。本当にぴょんぴょんぴょんで、こむちです、兄です、よしです、こうやりたかったんですけど、ね、まあ、テイク1はこんな感じです。そうやね、どんどん上手くやっていく。次は頑張りたい。で、うん、そう、これもう一回じゃあテイク2やろうと思った時に、うん、下に戻れないんですよね。戻れんね、これは、ね、これは非常にストレス、うん、めんどくさいね、ほんとに、うん、なので、はい、入り口をね、うん、こうやって高くしとけば、はいはい、あのモンスターが迷い込んで下に降ってくるみたいな、うんうん、まだないでしょうから。ああ、そうだね、きっとちょっとずらして、うん、そうだな、ここら辺にしようかな。ずらして、でも奥側なら、地下の奥側ならぐるりと回って道だけ作っときゃ、あー、まあ戻れますね。ね、ここだと多分部屋のど真ん中に突っ切る感じになっちゃうかな。そうです ね、それをやりたいんですよ。あ、そっちがいいの。だからこの辺に作りゃいいんじゃないの。それ3つ来れる。3ついらなくないですか。あ、一つ、あ、そういうことね、一つだけっていうことか、はい、なるほど。じゃあ俺はこう裏側に作るかと思っただけ。この奥にこうやって作るだけかと思った。俺こうやってこうやって帰ってこれるようにして、ここからこういうふうに行くんかなと思った、うん、でもそうすると、うん、この隣に作るときに、うん、花屋とはまた違う寸法で結構開けなきゃいけなかったりしますよね。あ、ここにね、はい、あ、ここに隣になんか作るの気持ち悪いと、ね、じゃあ一個にしようか。どういうふうに戻ります。普通に水でそのマグマブロックでやるか、なんか普通に着地する感じで。マグマブロックやろ。ここでも、でもそっか、壁から出とるもんで、こっちも壁からにするか。ああ、こっち側の、どうしよう、何色にする、ここは。ああ、そうね、改良の色、青か。田んぼには別の色だね。うん、田んぼかな、まだ。お、出た、田んぼではない、田んぼではないけど、よ、ベース上の、かぶってる。うん、かぶってない。ギリ。これが一個ずれたのがめちゃくちゃ気になるわ。持ってきました。いや、ここのシーランタンの位置をこう右にしたい衝動に駆られる。そうですよね。ねえ、めっちゃ気にならない、なんか。でも真ん中はこれ、ね。そうなんだよね、このせめぎ合い。こい、でもな。でもな。こいつ。まあ確かにね。ここ、床は真ん中なんだね、うん。そう、5マスで考えると真ん中。ああ、そっか。そうだよね。部屋全体だとこっちやけど。せめぎ合いが。せめぎ合いがあるよね、これ。ありますね。うん、まあ、いっか。そうやな。どうする？今ならまだ。ねえ、シーランタンは絶対動かせんで、うん、動かすならまあこっちやな。どっちにする？こう、こっちか。このままにするか、うん、シーランタン移動するか、入り口を移動するか。シーランタンは、シーランタンは絶対固定なんですよ。固定なの。だってもう、ここともかかってるし。ああ、そうか。そうだよな。いいんじゃないですか、このまま入り口、このシーランタンの位置から上がる感じでいいんじゃないですか。うん、なんか結構、なんか、端っこから行く感じになる。まあ、まあ、階段がないから。そうだね、ここやったらちょうどこの真ん中なんだよね。そう。ここの木の。そう。木の真ん中なんて。そうやね。それはわかる。え、結局降りてくる方やで、こっちは。そうやな。どうしよう。じゃあ、ここのデザインをなんとか変えたらいいんじゃない？このシーラン、あー、でもシーランタンは1個か。1個だよな。ああ、なるほど。うん。あ、こうしたら、なんか、うん、なんかいいかもしれないですね。ね、発想の転換。そうそうそう。あ、3つにするとか。うん。なんかいいじゃん、これ。そうだね。これでしようか。あの、ヨシソードに見えないこともない感じの。横にしたね。ああ、なるほどね。横にしたね。あ、横ね。こう、こう見る、ね。なるほどね。寝かした。首を傾けて。気になるな。振り返らへんのな。でも結局、こっちは。そうだね。そうだね。まあまあ、いつもと同じデザインしとく。それはすげえ違和感あるんですよ、なんか。こう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 、これ。ですよね。うん、これこっち統一感あるよね、こっちと同じデザインで。かこっちにするかですよね。あ、むしろ寄せず。うん、あ、でも違う、こっちにすると、うん、レース上に被るんだ。ああ、そうか、なるほど。うん、シーランタン取っちゃうっていうのはなしにする、うん、暗いかな。うん、なかなかの難題に。そうっすね、うん、ブチ当たったね。ブチャラティですね、これ。ブチャラティだね、これ。わかった。うん、違うんだよな。違うんだ。違うんだよな、これ。一旦じゃあちょっと撮ってみますか、うん、そうだね、あ、暗いけど。あ、暗いね。暗いな、上に枠か。いや、枠か。あ、でも、あ、これ、あ、これや、これは来たんじゃないの。これでいいかな、これや。ここでずれてるとかも関係ねえよ。床なめのこれ見えへんすね。そうだね。あ、これはいいんじゃない。これいいやん。うん、帰ってきたくなる、これは、うん、思わず。そうだね、明るいし、実益も兼ねて、うん、岡田かくら。あ、嘘。え、なに、勢いよくスライムブロックを破壊して。
でもあんまり高くすると、入り乗れんくなるね。ああ、なんかはしごとかかけといたら、次登ってくる。あれはしごかかったっけ。あれか、ガラスはかからんのか。かからんす。洋物男ならかかるな。あ、いいですね。かかる。上上上上行った時に、はい、帰り帰りだからこれドアにすればいいんじゃないですか。どういうの。フェンスゲートかなんかにして、あ、トラップドアとかに。そう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 、割り勘はきっちりみたいな、うん、そんな感じになるね。なるほど、うん、なるほどね。確かに違う、大きく違う。俺らがもう戻ってる。あ、水来た水来た水来た。あば、あばばばばばば。あ、綺麗に下まで水が。本当だ、1階まで行った。機械が月に1回か2回かしか使わん施設。せやもね。 OK、 おーし、ナイス。あとは、はしご、はしごかけて、はい、はい。向き変えると泳げますよ。あ、あ、ほんとだ、めっちゃ早い、うん、そうなんですよ、実は。なるほどね。よし、じゃあ昆布攻めするか。はい、これいいぜ、マジで。何回も泳ぎたくなるもんな。あ、息が、あ、いけた。よし、戻る。よいしょー。え、なんで兄貴の方が早いの。ラブ。あ、泳いでます。泳げてないですね、さ。あ、泳いでなかった。はい、じゃあ、はい、これを、うん、マグマブロックに。あ、そうか、向こうもそれソウルサンドなかった。え、見とっただけやほな。一人ばっかり作業させて。せーの、ポイント。おい、来た。これでもう来てる。これ大丈夫なはず。おこらかくら。じゃあやりますか。やりましょうか。せーの、いきます。はい。はい、皆さん、僕らじゃこむちんです。兄貴です。よしです。おー、おー、よっしゃー。はっはー。やったー。一回で行けたらこうやり直しようなやついらへん。そうやね。こっちの味もうちょっと見てみますか。そうやね。おお、はいはい。お、早い早い。あ、めっちゃ早い。早いわ。うん、早いウェイ。早いウェイ、ほんといい。あ、いいじゃん。おいしょー。ちょっとジュッとするけど。そうやね。あ、でもめちゃくちゃいいね。いいっすね。あ、いいね。これは快適。ほんとだよね。これだと、うん、もうすぐにでも、うん、出動できる。これもうここにトライデント置いといたらいいんじゃないの。確かに。ダメかな。これは、それは、あ、そうか。確かに。ねえ。確かに。うん。そうっすね。ちょっと持ってきますわ。ねえ。シャーチ。ザギ飛びも相まってめっちゃ発射されますよね。バシューって。ファンキーズが。オリジナリティ出してこう。あー、それは違うんじゃない。違う。要は、そう、こことここにも置くってことだよ。そうそうそう。置いた方が絶対いいけど。うん。ここやっぱ、出撃するの見せたいな。チェストはここにじゃあ、うん、しとく。そうっすね、でも3人分なんか欲しいっすよね、うん、そうだよね。あ、俺盾とかいるかな、でもいつも、うん、うん、おう、プラクティスフライオー、プラクティスフライオー。痛い。預けとこう。うん、シュポ。お、ナイス、シュポ。オッケー、はい、じゃあ、うん、はい、というわけで、はい、これで、うん、もう、うん、完璧。完璧だよね、マジで。いつ行かなくて、ね、いつどんな時でも出撃できるね。はい、でもやっぱ、うん、あっちと違うのが、うん、ソウルサンドじゃなくて、うん、こちらのマグマブロックじゃないですか、うん、なんかよさそれ焦げたんすか、フックフライ。いつまでいつまでいじるねこのフック。焦げでもシミでもシマでもないあ、焦げたんじゃないっすね。違う。あ、違うっすね。こういうデザインなの。アイキーだったでも体の色素がちょっとついちゃったね。そうやね、俺の場合はちょっと違うっていうね。あ、そうなの。これはそうですね。なんなんですか。否定する方ですよね、これは。そうだよね、これは流れが。うん、そうか、受け入れちゃった。そう、受け入れちゃった。ちょっとしょうがないなって。あれか、分からへんかな、まだアイキーズや。これもっと勉強していこうね。じゃあ、はい、よしさん、コメントどうぞ。おーい、アイキーズ、ほんとほんと悪い男やな、お前は。なんで。何これ。びっくりした。あ、ちょ、待って、おい。最悪やけど、あーっと。何この嫌がらせ。何この地味な嫌がらせ。ほんとだけど、つっかえとっただけなのに、うん、最後の一息自分で。なびっくりした。ビローンとか言って音がさ、イヤホン急に来たで。びっくりしましたね、うん。何この地味な嫌がらせ。あ、兄貴ず。あ、いや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 。腹立つわ。あ、引っかかったと思って。
音だけすげえ。びっくりして自分で操作してもらったわ。じゃあ行きまーす。はい、中村風花さん、はい、という方からいただいた、コメントですね。はい、今日長女の6歳の誕生日でした。頑張って料理作ったのに全然食べてもらえなかったけど、はい、この動画見てどうでもよくなりました。これ何の回かちょっと忘れちゃったんだけど、あ、うん、だ3人からうちの長女にお誕生日おめでとう、声かけてあげてくださいということで、ふうかちゃんの、うん、娘さん、はい、誕生日おめでとうございます。ありがとうございます。え、なんでコーチが、コーチにいたわけじゃねえし。まあまあね、こんな感じでちょっとなんか親子で見てくれてるのかなと思って、うん、嬉しいなと思いました。まあイライラがどこでもよくなるようなこう馬鹿げたことをやってると、そうだね、そうですね、いう褒め言葉ですね。あー、そういうことだね、うん、ということですね。はい、そう受け取っておきましょう。でしばらくね、はい、このクリスマス、何クリスマスバージョンでね、うん、サンタコスしてきましたけど、はい、うん、もうそろそろね、なんかね、うん、兄貴とヨシさんからなんかちょっと独特な匂いというか、誰がもうそクリーニング出した方がいいんじゃないですか。誰が使えツルフルシのボロ切れや。もうそろそろね、うん、確かにでもそう見えてきたなこれ、はい、クリスマス終わりですね。確かにそうだね、まあ、そんな感じで、うん、通常バージョンにね、うん、戻っていきつつ、はいはい、なんとか今年中にね、うん、ウィザーを倒して、あ、そうだね、倒さないと、うん、ね、ちょっとやっていこうと思います。はい、それではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。なんかでも匂うね、ほんとね、やめてよ。臭くないわ。人聞きの悪い。